世界有数の自販機大国日本。全国には現在400万台以上が設置されています。しかしコンビニエンスストアの増加やコンビニコーヒーの登場でピーク時の10年前に比べるとおよそ100万台少なくなっています。一方でこの2年、コロナ禍で自販機の強みが見直され、営業時間の短縮や対面販売の中止自粛など通常の営業がしにくい環境が続いている店側から注目されています。もちろん埼玉県も例外ではありません。ありました、ありました。やってきたのは埼玉市中央区。おお、すごい、冷凍の餃子が出てきました。これがいつでも買えるっていうのは嬉しいですね。24時間いつでも冷凍餃子とラーメンが買える冷凍専用の自販機です。さいたま市の餃子専門店餃子の宮でんでんが去年4月に設置しました。皆さんが興味があるけどなかなか食べられない餃子を身近で食べられるようなコンセプトでこの自動販売機を設置したんですけど、これまで冷凍の自販機というとアイスクリームやシャーベットなどが主流でしたが、ここ数年こうした冷凍食品専用のものが増えているといいます。しかし初めの頃は販売機の値段が高く、店でも導入のタイミングを見ていたところでコロナ禍となりました。コロナになる前からもう構想はあって、コロナが後押ししたっていう感じですかね。コロナをきっかけに生産が加速されたといいますか、それとタイミングがちょうど合いまして、こういった形で始められるっていう形で。餃子専門店のこちらのお店、自販機では店で出しているものと同じものを買うことができ、凍ったままフライパンで焼くだけで24時間お店の味を楽しめます。県内外の餃子やラーメンの店とも連携しています。常連客からの要望も参考にしながらメニューを定期的に入れ替えていて、設置から10ヶ月が経った今も売れ行きは好調ということです。最近もちょっとコロナでなかなか外に出られないってなってしまっていると思うので、餃子を買っていただいてお家で食べていただくっていうこともできたり、ちょっとした話題になっていただければいいかなとも思います。大宮区にある結婚式場ベルビー大宮サンパレスグランツです。建物の前に設置された自販機の前には午前中から列ができていました。一昨日来たんですけど、夕方来たら売り切れちゃってて、で今日また大宮区で約束あったから、でまた今日で来てみようと思って。いやめっちゃ上がりますねこれ。奥様に買っていかないといけないの。あ、僕が好きなんですけど。訪れた人が両手いっぱいに買っていくのは、こちらで買えるのがこの缶に入ったショートケーキなんです。見た目も華やかで自分でももちろん食べたいですが、お土産にも良さそうですよね。断面が見えるよう丁寧に重ねられたフルーツとスポンジ、そしてこだわりのクリーム、本格的なケーキを缶で販売しています。結婚式が減ってしまったり、あとはご宴席ですねというのが非常に少なくなってしまった中で、厨房職員に何かこう仕事をつけられないかというところで、自動販売機でケーキを販売して、厨房の少しでも働ける時間を作れると思いまして設置しました。去年12月24日に自販機を設置したところ、非対面での販売や写真に映える見た目の美しさが功を奏し、連日完売の好評ぶりだということです。笑顔があふれる商品を目指した缶ケーキですが、気になるのはもちろんその味。クリームがすっすごく滑らかで、甘さが控えめ、本当にさらっと食べられますね。そしていちごが本当新鮮、生のケーキをそのまんま缶に詰めたという感じですね。また隣には花の自販機もあり、
仕事帰りなど夜間にちょっとしたプレゼントにと花とケーキを買っていく人もいるそうです。現在は午前と午後に50個ずつ補充し、1日に合わせて100個の缶ケーキを作っていますが、今後は自販機だけでなく系列の花店でも販売する予定です。お、完成しました。よいしょ。今まさに絞りたてのオレンジジュース完成です。もういい香りがしますね。去年日本に初上陸したフィードミーオレンジ、欧米や東南アジアで展開され話題となった生絞りオレンジジュースの自販機です。生のオレンジが丸ごと入っていると思うんですけども、これをもうあの全てマシンが自動でカットしてプレスして搾汁してカップに注ぐまで全て自動で行うというところが特徴です。自販機にボタンはなく、お金を入れるとジュースを作り始めます。季節によってオレンジの産地や種類が変わるため、味わいにも変化があります。わずか40秒ほどで完成するオレンジジュース、ストローを刺してその場でいただきました。本当にフルーツをそのまま食べているみたいなフレッシュさです。氷は入っていないんですが、冷蔵された状態で絞られているのでキンキンに冷えています。首都圏を中心に関東で設置が進んでいますが、生絞りであるために衛生状態の確保やメンテナンスが欠かせません。自販機を管理する日本オートポートは、もともと照明写真機の設置やコインランドリー事業を展開していました。写真機のメンテナンスのノウハウを生かし、オレンジの補充やクリーニングを行っているそうです。まずは導入の段階ということで、首都圏を中心に展開しているんですけれども、今後他の、都市エリアであったりとか日本全国に広げていけたらなと考えています。非対面で楽しめ、新たな展開を見せている自販機グルメ、皆さんもぜひ試してみてください。